はい、ということでね、まあ、ちょっと一眠りをして出てきましたと、夜の10時ぐらいなんですけどね、まあ、ちょうど目も覚めてきたんで、よし、じゃあ、まあ、今の時間にいたら、まあ、終電までね、余裕もありますし、もう一回、じゃあ、草薙まで戻って、今からどうしようかな、もうちょっとずつ下道で戻っていこうかな、という、いうような感じで考えてます。ちょうどでもね、涼しくてちょうどいいですね。ギリギリ雨も当たってないんですけど、どうもちょっとやっぱこの後下り坂みたいですんでね、天気の方は。こうして見るとやっぱ静岡駅大きいですね。はいよ、ということで充電してきましたけど、すごいですね。この時間でも15分間隔でずっと走ってるんですね。じゃあピッと切って、はい、入れた。さすがにだいぶ店とか、中の。ベルマートとか閉まってますけど、こっちは新幹線乗り場か。子供は光り、でも結構まあまあいいペースで来るんですね。で浜本方面行ったらか草薙でこっちね、熱海方面で行ったらよしと。あ、ちょうどもう電車来てますね。三島駅なんだ。これ乗ったらいいんか。あ、ここがち。こんな伝説の仕方してるんですね。これ乗ったらいいみたいですね。じゃあ乗っていきましょう。ザロングシートですね。草薙駅まで戻ってきました。まああとはもうまた駐車場の方で戻っていくだけですけど、上り専用ですもんね。よいしょ。ちなみにどれぐらい取れるか分かりませんけど、夜の草薙駅、まあ10時20分ぐらいかね。結構静岡銀行の建物とかでかいですね。本店なのかなこれ。すごいですね、立派な建物も。草薙駅の駅もありますね。でまた止めた駐車場止めたらこっちの方で、まあ綺麗ですね。駅前もね、やっぱりちゃんと北側の方もちゃんと整備されてますからね。街灯がここにあるというのも面白いですね。で、どうしようかなっていうところですけど、まあ、ぼちぼちと戻っていこうかなと思っております。いろいろとありますね。やっぱいろいろ、富士って名前が多いですね。富士、駿河、ね、駿河自動車学校とかってなってますね。まあ、帰りはね、下道で戻っていこうと思ってたんで、ちょうど夜やったらね、空いてるでしょうし、いいんじゃないかなということでね。まあ私ね、言うてね、今ずっと夜型なんでね、逆にこの時間からが、さあ、ちょっと、どう、ね、朝の、ちょっと8時ぐらいから出かけてるような感じですからね。よし。ね。よし、さっと、戻っていこうかなと思います。道中で何かあったらね、それぞれスポットで撮っていこうと思いますけどね。ひとまずね、本編動画はこれで終了でいいのかな。まあ、いろいろとこんなのいろいろと買ってきましたよということでね、終わらせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。はい、ということでね、岩田まで走ってきましたけどね、初めて、久しぶりに、信号が出てきたなと思ったらね、なんとね、このお店も出てきましたね。ちょっとね、実は静岡市でバイパス入る前にね、あるな、なんやろこの店と思っとった店がね、よかった、岩田にもありましたね。なんかね、江戸切りそばってなっててね、ちょっと、ピントが合わないけど、もう夜中なんで、なんかね、これちょっと字読めやかな、ゆれ太郎って名前でね、朝5時から朝そば300で、安いな。これ、そばなんや。うどんなんかな、どうなんかなと思ったら、朝そば360円とかの安いです。大盛りも無料ってなっとるし、ほら、これはちょっと期待してんじゃないですか。トラックのうんちゃんがわーっと入ってきてますんでね、これは期待したいなと思います。江戸切りそば、ゆで太郎。ちょうど夜食にいい時間ですね。ちょっとね、結局ね、駅弁食ってから何も食ってませんでしたからね、24時間営業ありがたいですね。なるほど。ちょっと食べてこう。いやいや。さあ、食べてきましたよ。ゆで太郎さんってことでね。まあ、まだ駐車場にいますけど。いや、美味しいですね。いや、これは当たりです。でボリュームしっかり。600円のなんか特盛りセットみたいなやつ買ったんですけどね。まあ、これはもうデフォルトでね、蕎麦が大盛りとか、あれが特盛りなのかな。肉と玉で収まってんのかなくらい、でっかいね、お蕎麦とね、それにね、天丼がついて、まあ、日替わりらしいです。こっちの、丼物がね、日替わりらしいんですけど。
いや、これは食べ応えありましたし、良かったです。私、あのね、温かいそばとね、冷たいそばと選べるみたいで、冷たいそばはどうもざるで、温かいそばがかけうどんって感じみたいなんですけど、天かすとか乗せれますよという感じらしいになってましたけどね。うん、いわゆる、あの、セミセルフって言ったらいいのかな、あの、ね、食券を渡して、で、出来上がったらまた取りに行ってっていう感じのね。で、あの、カウンターにずらーっとね、トッピングとか置いてあるそれを自分でのお好みで振りかけてというタイプですよね。うん。で、その分値段安くします。いや、安いです。600円。税込み600円でね、いいですね。がっつり食いましたよ。これは素晴らしい。これは素晴らしい。でね、これね、あれですね、これ冷やしにしてもよかったかな。今日ね、温かいのにしてみたんですけどね。あのね、冷やしだとザルで、で、蕎麦つゆが無料でね、あの、置いてあるんで、あの、ご自由に蕎麦つゆどうぞってことで、あ、これは、なるほど、あ、そういうサービスまであるのかと、ね、これはびっくりですね。いや、これはちょっと、これはちょっと、よかった。来てよかった。いや、静岡ありますね。これ静岡だけなのかな、ちょっと後でまた調べようと思いますけどね。今から見といたらいいか。ちょっと。夕飯の、胃袋に処理をしがてらね、あの、美味しくいただきました、ごちそうさまでしたということでね、あの写真とかこんな感じっていうのね、途中で多分載せてたと思いますけど、あの、よかったです。で、あの、面白いのがこんなね、あの、テーブル拭きがね、これなんでしょうね、もしかしたらコロナ対策で、あの、ダスターを置かないようにしたんですかね。あの、使い捨ての、あの、やつで、あの、テーブル拭いてくださいって置いてあって、そこのところにね、こんな感じでね、ただ置いてあるだけじゃなくて、こんなんが書いてある、こんなん書いてあるから、前から、あの、もともと、あの、そのコロナ対策より前からこういう風な、お手拭きの、あ、テーブル拭きの形にしてるのかもしれませんけどね。うん、まあ、だとしたら衛生面とかで、まあ、先見の明があって、いや、すごいなということでね、まあ、あの、本当に、あの、いや、これ、四日市に普通にできてほしいよっていう、お店でございましてね、美味しくいただきました、ありがとうございました、ということでね、まあ、とりあえずこの動画はこれぐらい締めたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。